はい、明治紀行日本百名城現存天守国宝松本城、もうそれだけ聞いただけでもすごいお城だなと、私も好きなお城で一番によく挙げるお城の一つなんですけど、まあ、ここは黒門と呼ばれている復元した門なんですけど、大手門の方からですね、一直線に来るとここへ 出られます。そして現在入場するにはですねこちらだけになってますね。かかってる橋は3つあるんですけども、一応前はですね他のところからも2カ所入れたと思ったんですが、もう今は、こちらだけということで、この黒門周辺にですね、観光客の方も集中すると。ですから他の例えば、二の丸とか、別な方ですね、あの角度から見るという写真が少ないのはそのせいもあるんですよ。今左に大天守が見えますけども、その後ろも堀を隔てて撮ってるという写真がほとんどですよね。中から撮ってる方もいますけども、まあそれほど一直線に天守を目指していると、数が少ないのはその理由です。庭園というかですね、復元したものが周りにいくつかあるんですけども、堀はですね一応現存というかその、まあ、元の形態をほぼ位置的にはですね絵図なんかと比較してもほぼ原型をとどめているのではないかと。もちろん後世に今見ている石垣もですね修復などをして直してはいますけども、ほぼ現存状態で、まあ、城郭が残っていると。本丸の中心部ですね、そういう意味でも貴重なお城だなと思いますね。で、日本全国いろいろお城ありますけども、まあ、もちろん現存天守12城っていうのが、まあ、名高い、日本百名城、まあ、あと国宝5城にも選ばれていると。やっぱり日本のお城って感じしますよね。もちろん白亜の大天守が あるですね姫路城なんかも素晴らしいと思いますけども、やっぱり松本城というこの黒っぽいお城、こういうお城実際多かったらしいんですよ。江戸城もこういう感じだったらしいですからね、板張りというか張ってるということで、そういうことで、まあ、この黒門周辺をちょっと映したんですけども、入り口の辺はですね、まあ、石垣と見どころとしてはそういう復元した建物が一番多いのはこの黒門周辺だけですので、あとは天守ということですよね。まあ、天守もいくつか、分けて話をしてますけども、外観も良いですし、中に上がるとまた急階段でですね、これまた魅力的ですし、まあ、中も外も素晴らしいお城だと。また城郭も今言った通り残ってますので、まあ、石垣ファンの方にとってはですね、平城なんで小高い山の上にあるわけでもなく、平山城でも山城でもなくてですね、もともとこの松本城というのは江戸時代の藩政時代に作られたお城ですので、もともと守護の、信濃守護小笠原家が入っていたお城ということではないんですよ。ですから市場であったですね深志城というお城を、まあ